萩浦小学校前駅は、富山県富山市西宮町にある、富山地方鉄道富山高線の駅である。駅番号は C36。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。上下線の分岐には、スプリングポイントが用いられている。富山高線の LRT 化によりホームは、低床ホームとなっており、上下ホーム上には、 旅客上屋が設備されている。富山ライトレール富山高線の各駅を呼び各停留場においては、各電停の旅客上屋壁面を、個性化壁と称して、駅周辺の文化や歴史を伝える衣装を、施しているが、当駅においては、森田正人がデザインを手掛け、聖火亭と琴平神社がモチーフとなった、イメージグラフィックが掲出されている。当駅における、 個性化壁の共産企業は、富山銀行である。単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。1972年10月1日より、無人駅となっていた。1989年3月8日に完成した、駅舎の面積は37.8平米であり、初代駅舎よりも小型であった。1989年1月から、改築工事が進められ、 約700万円の建設費用はすべて西日本旅客鉄道が負担した。東駅と東岩瀬駅との駅間距離は450メートルであり、これは日本国有鉄道や各旅客鉄道線において最も短いものとして知られていた。1952年11月10日撮影の 当駅周辺航空写真をのだセメント専用船、当たり駅においては1945年1月11日より、専用船発議車扱い貨物の取り扱いが開始されたが、1947年6月1日に一旦廃止された。その後、1950年2月10日より、専用船発議車扱い貨物の取り扱いが再開された。 当駅に接続していた小野田セメントの専用線からは、アリミネダム建設に要するセメントが、富山地方鉄道建山線経由で、昇権駅に輸送されていたが、当駅における貨物取扱いは1958年4月10日に、ハスマチ駅より、富山創車場へ至る北陸本線の貨物支線が、開業するに伴い廃止され、接続していた専用線は、 はすま駅に移管された。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、 当駅接続の専用線は次の通りであった。1957年3月27日付、鉄道広報第2258号の専用線一覧によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。富山県統計年間によると、当駅における、各年度の1日平均乗車辞任は、以下の通りであった。大広大駅に関するカテゴリー、 ありがとうございます。